キウイフルーツ、イチゴ、ブルーベリー、パイナップル、バナナ、オレンジを使ったフルーツサラダフルーツサラダは果汁やシロップに様々な種類の果物を入れた料理。マチェドニアという別称もある。異なった形のフルーツサラダはアペタイザーやサイドサラダ、デザートとして供されるものである。これらアペタイザー、またはデザートとして出される際にフルーツサラダは フルーツカクテルという名でも知られている。アメリカ合衆国における公立の学校ではデザートとして小さなカップに入れられたフルーツサラダが一般的に出されることがある。多くの場合、このカップでの形態はデザートとして注文された時のみの形である。しかし、通常とは異なった種類の果物や使用する果物から取った汁やシロップとは違う種類のソースを用いる フルーツサラダの一般家庭での調理法も数多くある。一例として、マヨネーズをベースとしたソースを用いて作る、ウォルドオフサラダ形式のフルーツサラダがある。また、他にもアンブロシアのように、サワークリームを使用したもの、ヨーグルトや、主なソースの材料として、マスタードとアエル等のレシピがある。常に、一般的なレシピには、ホイップクリームを、多種の果物と合わせて作るものや、 よく小サイズのマシュマロを入れて作るものもある。また、マレーシアのフルーツサラダであるロジャクには、ピーナッツやペースト状のエビを用いて作る、香辛料の入ったソースが使用されている。その他、オーストラリアのバンド、ザ・ウィグルスの楽曲名や、子供番組のザ・ワンダー・ペッツなど、大衆文化の中でも、フルーツサラダの名称は使われている。なお、米語では、全部小文字で綴られる。 フルーツサレットといえば、軍服左胸にずらりと略字で並べられることを揶揄して、勲章の俗語である。ありがとうございます。